5年生の皆さん、あと1分30秒です一度お気をつけ。小学生も立ってください。ただいまから平成29年度鷺山校区自主防災隊の閉会式を行います。本日の参加人員を葛西防災副隊長から乾防災隊長に報告をお願いいたします。整列休め。それでは初めに乾鷺山自主防災隊長から挨拶をいただきます。気をつけ。乾隊長に礼。直れ。整列休め。はい、皆さん改めましておはようございます。今日は早朝から本当に多くの方、今報告がありました通り2804人、おそらく今までの中で最も多い参加人数ではなかったかと思います。このような多くの方に参加いただきまして、校区の安全を考え、そしてまた実践をすると、こういう意義のある訓練に取り組むことができました。本当にありがとうございました。もう皆さんご案内通りですね、今九州では大変な大きな災害に当面しております。尊い人命がなくなりました。まだまだこれからもまだ救出作業が続くようです。詳しくはおそらく後ほど北消防署長の方からお話もあるかと思いますが、そのような災害がこのやっぱり進んだ日本の中でも起きておるということでございます。そして私ども過日で先週ではございますけども、私どものこの地域非常に多様な防災上の課題を抱えた地域であります。密集市街地もあります。そして九州ではありませんけども、この鷺山にはまさに山としての鷺山もあります。川があります。川はこの私どもの校区の三方、北側は鳥羽川、西側は伊知良川、そして南側は鷺川、こういうふうに囲まれております。その点だけとっても非常に多彩な私どもの住宅環境にあるということであります。また密集市街地もあります。先日2週間ほど前ですけども、私ども糸魚川のこの昨年の大きな大火災があったところを見てまいりました。やっぱり災害というものは人知を超えるものがある。いざという時、私どもが一番大事なのは自然に対して荒だのらない、正しく恐れていくことではないかと思います。ただ不要に恐れることではなく、正しく恐れていくこと、そのため災害の実態となる危険的なこと、こういったものを周知、しっかり自分たちがしっかり把握し、それを備えていくこと、そのためのツールとしての防災訓練、このあり方もこの今回本当に皆さんはいろんな工夫をされまして、いろんな条件のもとでの防災の課題を洗って、そして訓練という形でやっていただいたと思っております。またメンバーもですね、去年に引き続きまして鷺山小学校の児童生徒の皆さんが全員参加いただきました。今日は5年生の代表が来ていると思いますが、さらには地域によりましては中学生が今度は助ける側に回るんだということで、防災の役員とやってくださったところもあるというふうに聞いております。いろんな工夫をされている皆さんのこの真剣な姿に心から感謝を申し上げたいと思っております。どん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 社会も高度化して変わってきますけども、やはり自然の脅威、猛威というものをもう一度再認識する中で、ぜひ防災の在り方を今後とも考えていく、そういった機会を今回改めて再認識できたと思っております。どうぞ引き続き皆さんのご検討をお祈り申し上げまして、簡単ではございますが本当に今日の御礼の挨拶に返させていただきます。以上です。気をつけ。
北島浅井でございます、本日は早朝より大勢の方が佐木山地域の防災訓練にご参加いただきまして大変お疲れ様でございました、先ほど来から会長と一緒に各地区を回らさせていただきました。皆様方のそれぞれ担当分野におかれまして訓練を見させていただいて非常に熱心に訓練に取り組んでおられ、非常に充実した地域に密着した訓練ができたのではないかと思っております。公表としましてはまずは良好であったかと思っております。毎年このようなですね訓練を継続して行っていただきまして、地域の防災力または団結力というものをですねより一層高めていっていただきたいと思っております。さて、東南海の地震は発生確率がここ30年で、発生確率が 70% をいっているということを聞いておりますが、先月のですね25日でしたか、長野県南部で震度5強の地震がございましたね。で岐阜市でも震度3でしたか、皆さん方もドキッとされたんではないかと思っておりますが、そういった地震災害も非常に恐ろしいんですが、それ以上にですね最近は、風水害、地球温暖化の影響といいましょうか、突風や竜巻、風水害のね、洪水集中豪雨ゲリラ豪雨といった異常気象による風水害が発生しております。先ほどお話にございましたが、今ですね、九州の福岡県、大分県にはね数十年に一度しかないような危険な状況にあるということで大雨特別警報が発表されるなど、土砂災害や川の増水氾濫甚大な被害をもたらして、現在も約1万2000人の消防警察自衛隊の方々が懸命な捜索救助活動を行っております。今朝の新聞発表によりますと、これまでに1022名の方を救助したと、そして死者は18名で行方不明が27名ということで、あと福岡県の方で避難者は今現在ですね1279名、大分県の方では372名、そして孤立者が、福岡県では29名、大分県では545名、死者の方が今言った福岡で15名と大分の方で3名、今現在の状況でございます。今回の豪雨はですね、前線の動きに伴って、積乱雲が帯状になってですね線状降水帯というねものができました。これが九州の北部をに停滞して起きたのが原因とされております。まあこういった地震やですね台風や洪水など自然災害はですね我々人間の力で直接食い止めることはできませんが、しかし災害による被害は日頃の備えによって減らすことができると思います。昔から備えあれば憂いなしという言葉がございます。早速今日からその備えというものをね皆さん方も始めてみてはどうでしょうか。防災対策の基本は自分自身の安全を確保するということです。まあ、しかしそれ以上にですね地域の皆さん方の自分たちの町は自分たちで守るといった強い意識を持ってですね、被害が限りなくゼロに近いお隣近所が助け合ってですね、災害に強い町づくりに今後とも臨んでいただきますようお願いを申し上げまして公表と挨拶と返させていただきます。本日は早朝より大変お疲れ様でございました。気をつけ、メイ、直れ、整列、休め。ここで本日岐阜市からの派遣者をご紹介申し上げます。都市防災対策課安田様、本部長付き尾関様、山内様、避難所担当高山様、武藤様、鳥本様、以上でございます。ありがとうございました。じゃあどうぞ避難食受け取ってお帰りください。お忘れないようお願いいたします。ヘルメットとこれだけは暑いので今ありがとうございます。5年生勝手に
一切終了後、テントの撤収を行いますので、代表理事、理事の方、理事以上の方はご協力をお願いいたします。テントの撤収を行いますので、副隊長、副隊長以上の方はご協力ください。